オパルチャンネル、イエーイ、タカです。みなみです。フジです。おめはい、フミンです。はい、今回はコンプレートというボードゲームを遊んでいきたいと思います。イエーイ。このコンプレートというゲームはですね、ちょっとやりながら説明しますね。まずルールの説明をします。それぞれですね、これ何枚、まあいろんなルールがあるんですけど、今回はまあローカルルールってことで、ちょっと説明していきますが、はい、うん、自分の目の前に何枚、これで今10枚、10枚、うん、10枚、まあ、今回は対番です。10枚の、ここからスタートする、あ、全部からです。伏せてる状態で8枚、そうそう、8枚でしたっけ、いや7枚、6枚、6枚、全然違う、うん、この伏せてる状態からまず6枚ピックしますね。うん、でその後に4枚これをオープンして、よいしょ、ああなるほどね、いいでこれでこっちが一番ちっちゃい、こっちが一番大きい数字、数字は1から100まであります。でその数字をどこにはまるのかっていうのを考えるゲームだと思ってください。例えば今持ってる2、まあ、25で49、78、79、うん、これはなかなかかぐわしい、まあ、こんな感じで配置しますね。で配置して、まあ、手番が来たらこれを1枚ひっくり返して、お、95とすれば、79の横に入りそうだぞと、で隠れてるやつと交換します。そういう感じのゲームですね。で一番最初に全部のピースがオープンした人が勝ちです。ピースね、うん、ピースね、わかりやすい、ピース、まあそんなゲームです。で今回はこれを遊んでいきたいなと思うんですけど、はい、特殊なルールがあるので、まあ、それだけ説明しといた方がいいかしらね。例えば今ここに7879っていう連番の数字があります。例えばね、これが78がまだオープンになってなくてめくります。78だっていうことになったら79の隣に置けるわけじゃないですか。でこの連番になったらこれはコンボっていうことで、もう一回自分の番が来ます。そうやって手番を稼いでいくわけですね。逆に何かいいのないかな、あ、置けないわ、96だわみたいなことがあれば、置けないのであればこれは交換することなくまた山札にオープンした状態で戻さなければいけません。空いてない人にとってはチャンスってことになりますね。あと1個チェンジっていうのがあるんですけど、あ、96取れればいいのになーっていう時に自分の手番を1回消費して、そう、まだオープンしていないピースを任意の場所に入れ替えることができます。で次の手番の時に、まあ、これはゲットできるみたいなことですね。はい、これだけルールとして覚えておいてください。はい、ではゲームを始めていきたいと思います。改めてタカです。みなみです。フジです。フミです。はい、ちょっと撮影の都合上場所が変わりました今、1人6杯ずつ持ってます。ピックし終わった後ですね、はい、じゃあ今から、4杯ずつ今度はオープンにして、どの場所に、その数字を並べていくかっていうのを、各々考えていきたいと思います。いくぜ。これは一緒でいいよね。じゃあこの4ピース取ります。じゃあ俺は近いところでこの4ピース。じゃあ一斉に開けますか。ドーン、ドーン、ドーン、連番でかい15か、15ここで26、99、63、確率論で言えばこうだな、これでいけるやろ。説明が忘れておりましたが、これ、あ、そう、入れ替えてもいいか、数字を入れ替えても使用できます。91でも16でもどちらでも使えます。そういうパイがあります。99とかもそうだよね。あ、88もそうだわ。88はどっちでも88 そう、ね、66なのか99なのか、うん、まあ99だろうな、まあ99だろうな、100しかないんだろう、うん、これより高いのが随分固まって随分固まっておりますピーキーな男よ、つらい。はい、じゃあ手番決めましょうか。最初はグー、じゃんけん、ほい、
仲良し。ピース。イエーイ。いやいやいや。じゃあじゃあじゃあ。最初はグー。じゃんけんほい。あ。お。お。最初はグー。じゃんけんほい。あ。あ。じゃあ時計回りでいいんじゃないですか。僕から時計回りで。はーい。はーい。みなみ行きます。8番。お、ひっくり返しても8だ。本当だ。どうしよう。これでいいかな。タッカー行きます。これだ。ルール覚えて。ちゃんと捨てて。タッカー行きます。トン。14。お、コンボ。飛ばしていく。捨てたパイをめくるぜ。10。置けない。置けないんじゃ。じゃあその10いただくぜ。出たな。しゃかりき。彼は常に他人の牌で戦う男。ザ・アンパイ。ヘジボ、いきます。69ということで。ひっくり返しても69。さっきからこんな数字ばっかりだ。じゃあ、ここと交換だ。見づらいな。じゃあ、富士山の捨てた牌をドン。70。おお、え？これはおっと、きつくないか。お前もピーキーな男だ。きつくないか。タッカーいきます。これ、はい、でん、87。おお、あ、置けるかな、ここかな、はい、ドキドキ。じゃあこいつを踏み山いきます。25。うん。安全。では中央から藤のターン。72。ギリギリ。いや、ね、いや、詰まる詰まる詰まる。ぬぬぬぬぬぬ。いきます。えっ、お、100。おっと、あざーす。これは熱い。高いきまーす。ドン。21。置けないんじゃ。おっと、下が。ふみいきまーす。80。置けない。置けない。おい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 、おい。じゃあまた再び中央から富士のターンに。お、いただく。いいね、いいとこ抜くね。じゃあ人の牌で戦う。来ると思ったよ。本願。そして俺も他力本願。じゃあ、タカさんが捨てたやつを。はい、39。お、やるじゃない。みんな他力本願寺だ。じゃあ富士のターン。43。いけるね。おお、おお、微妙な。難しいところ。まあ、バランス。上も下もあるから、ここに。はい。じゃあ、富士山の灰を。仲良しだよ。2ターンです。お、でも。残6。でも、おかげで。あ、リーチじゃん。リーチって。早くない？リーチ。動画としては全然撮れたのが。40。ここやな。はい。おち。こいつを。96。ひっくり返しても96。ちょっと、これ振り込みじゃないの。あれあれ、僕のターンが来れば。これはどうにもならない。富士のターンは57。よって順調に取れましたが、えいしょ。えい、目なめつばあざした。あざす。ウェイナー、みなみ。じゃあ、人の力だけで以降、番手をきね、残りを決めていきましょうか。地味な勝利しやがって。97。リーチ。ほ、13。置けない。なんだって。まあ、しもじだよ。ここに来て僕は他の誰もやっていない入れ替えを使います。やらしい、やらしい、やらしい。無理なんだよなそれ。いきます。3。いけない。もらうぜ。ということで、2番上がりいただきます。富士、2番手。クソがよ、ドン。46。いけない。もらうぜ。泥沼、これぞ泥沼。ドン。23。いけない。クソ。はい、28。いけない。俺は入れ替える。あ、出た出た。あの、気づかない方が良かったですか。ん、28。いけた。プレイングミス。花を持たせたっていうね。ディスティニードロー。ガン。18。オッケー。ということで、俺は23をここに設置して第3位。ああ、こういうゲームです。はい。はい、
なんとなく皆さんルールが分かったんじゃないでしょうか。ということでこれはマッチですか。じゃあ2戦目入りますか。マッチで。ここまでで皆さんルールがようやく分かっていただけたと思うので、はい、次から波乱の第2戦です。そう、誰かが2勝するまで終われない。俺は勝つ2戦で終わっちまうぜ。なんか言ってるやつがいるな。勝たせねえよ。やらせねえよ。よし、6ピースですね。2戦目です。はい、あ、4になっちゃった。しここだ。はい、あ、ちょっとさ、その勝った人から順番にさ、4杯取ってこうよ。え、あ、じゃあ僕からオープン4杯、せーので取らないでさ。あ、順番に。じゃあこれから表にしていきます。一旦裏のまま。いや、オープン取っていいんじゃない。はい、次4枚オープンにしちゃっていいんじゃない、うん、4枚取っちゃっていいんじゃない。い、編集が大変になっちゃうから。はい、隅を取った方が強い。どん、はい、じゃあ富士山。はい、いきます。じゃあもう手前からガッツリドン、うん、オープン。おっと、1があるぞ。じゃあ Y も4杯ドン。てん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 、プー、なんだこれ。これはやばい。逆にやばい。強くないですか。間が見えない。でもまあいくらでもあると言えば、今度はピーキー型が。これ綺麗な四角の板があるといいね。いいですね。確かに。みなみがもうちょいこっちだと。あ、見切れた。こうかな。うんうんうん。あ、これなんかちょっと出てるか。そうなの、そうなの。もうちょい前でいいよ。はい、じゃあやっていきましょうか。じゃあこれはまた時計回りでいい。時計回りでいいですか。じゃあ一抜けの人から。あ、僕から。再び、うん、南行きます。ブー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 。コンボじゃない。ナンバーの宣言がないぞ。79起きました。ダーン29はここで。狭くね。おい、に置けない。ナンバーと。 ありがとうございます。これは2番をいただいてコンボ発生。コンボということで、今捨てた牌を再びオープン。19さらに置いて虎の胃を刈り上がって。なんだって。じゃあ僕のターン。ドロー。78が置けない。コンボ不成立。ふざけやがって。これはいただいちゃおうかな。78いただきます。はい、ほい。85ここかな。では再び中央から富士のターン。99。先ほどから安定して。いい数字だ。いいね。ドン72。おっと、2番が続くぞ。してほしいのはドン9もしくは6。これは6で使おう。ふみやまこれをドン24。置けない。なんだって。すごいな。すごいな。その隣をいただこう。富士のターン。84綺麗に抜いていきますよ。なんか一生分の置けないを言った気がする。じゃあ僕のターン。ドン39。うん、置けるのである、うん、じゃあ普通に。地味に。じゃあ俺空いてる24もらっちゃおっかな。はい、yes。 ドン8。おー、危ない。おー、置けた置けた置けた。危ない。ではではでは、この辺からいただきましょうかね。ドン80置けません。残念。あ、コンボじゃん。コンボってことで、もう一回ドン。お、3置ける。おっと、またまたリーチ。リーチ。え、強っ。いや、俺がここで2枚抜きを達成すればドン41。まあ、いけるいけるが。リーチ。いけるが追いつくか。いけいけ。70。あ、普通だ。
いやーその70欲しかったなということでオープン67。まあ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 リーチ。クソ誰か振り込めよ。いきます、ドン。74は置けない。あ、ありがとうございます。あーっとここであごっつぁんゴール、ごっつぁんゴールごっつぁんゴール今んとこみんなごっつぁんゴールをドン56。普通だな。2位決定戦いただき57コンボで終了。え、マジか。え、マジ。まあまた2位です。いや、まあ、まあまあ安定しておる。まあ分さんには負けないだろう。12。早い。フラグ回収。ドン。再び最下位です。高い1位でーす。いい。3位でーす。やろうぜやろうぜ。そう、なんでこんな。いつも他人の牌で戦ってるからさ。運命は自分で切り開くものだ。重い。じゃあ次は、はい、じゃあとりあえず6杯取って、うん、タカさんからまたオープン、うん、4杯オープンします。テイッテイッ、おー、まあテイッ、おー、バランスがいい。テイッ、うんうんうん、はい。09はダメなんですね。そう、単独のやつは数字が1個しか書いてないので。はい、では取ります。今度は中央から4杯ピーキーじゃあ端を取れば強い。よいしょよいしょ。なんかね、うん、これさっきの高さんなのではこれでどうしようかな。イライラしてるイライラしてるよ。敗者のストレスが。はい、ではやっていきたいと思います。はい、第3回戦、はい、イエーイ、イエー。まずは俺からだ。この微妙に競り上がったパイをピーン。18もしくは81だろう。はい、よし、ダン55。お、33、44、ゾロ目。逆に面白い。再び中央からドロー。15置きます。捨てた牌をもらうぜ。2。お、いい数字じゃないか。タッカーいきまーす。トゥン84。置けない。もらうぜ俺は勝つ俺は勝つ。他人の牌だと元気になるな。我がターンドロー。70ピーキー。富士山の牌をもらうぜ。ドン76。よいしょ、順調。そう、南の灰をもらうぜ。92、いける。他力本願の人たち。タカさんのもらうぜ。32、勝つ。すごい、綺麗。俺は勝つ俺は勝つ。95、置けない。ここに来て僕ももらいますっていう宣言ができない。コンボなのにひどい。そこは一周させて欲しかったな。俺のターンドロー。77は置けない。もらいまーす。あれ、コンボ77もらえばコンボだったのに。あ、ダメ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 。見てなかったよ。うん、そういうのあるよね。で、現状77は全員俺しか取れないので、 あえてこのターンは無視します。確かに、いつでも取れる。89もしくは68。あー、77が死んでしまった。じゃあその77、俺がもらうぜ。 あれそんな1ターン無駄にしている暇はない。なんかめくれちゃったからこっちの数字を取るぜ。34。順調順調。あ、藤井くん。ちょっと混ぜます、ちょっと混ぜます。チョモでいっぱいいっぱい。まあ、ではでは、はい、いきます。ドン93。置けない。よいしょ。俺はこの牌をこっちに移動するぜ。おい、誰か止めろよ。おい、はーいはーいはい。ドロー。まためくれちゃった。24だ。うん、なるほど。あ、これ勝ちだな。あー、確かに。じゃあとりあえずドン28。
とりあえず置きまーす。はい、なぜ俺が勝ちかと宣言したかというと、90、先ほど移動したこの93をここに置くとコンボ発生。はい、そして、あ、勝ちじゃねえ、リーチになるんだ。だっせ、だっせ。で、24がここに入って、リーチ。誰か止めろよ。おい、任せろってな。置けない。絶対に振り込むなよ。絶対に振り込むなよ。お待ちしています。富士山の捨てた牌をもらうぜ。49、おー、セーフ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 。リーチ。これは51。うのって言ってない。リーチは言ったもん。あ、一抜け。ってことはもうマッチ抜け。あ、マッチ勝利、勝利、マッチ勝利ですね。あらあら、あらあら、あとはお好きにやって。消化試合、消化試合の始まりだ。52、せめて2、ドン。お、いけました。2抜けおです。62は置けない。さあ、泥沼の最終戦。57で俺も置けない。この景色見飽きたぜ。平気な富士山。さあ、これがてめえのラストターンだ。これがラストターンです。今引きするしかねえ。必ず俺は引いてみせる。デスティニードロー22は置けない。破壊神、残念だった。あ、どれだっけ。これだ。残念だったな。やった、上がれたぜ。はい、ということで今回のマッチの勝利はタカでした。皆さんも良ければコンプレット遊んでみてください。超面白い。皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。じゃあねー。